今日はこれ。これなんすか。これみんなコーヒー飲むやつじゃん。ここに釣ったところの水入れて温度冷やして。先ほど釣ってきたニジマス、これをですね今から皆さんに分かりやすく2つの方法で魚をさばいていきたいなと思います。その方法とは、結構皆さん魚のさばき方で残ったらこれどうすんのとか、うわ作りやりすぎたなとか、どの部分を作りで食べてどの部分を焼き物にしてこの部分って使い道ないのとか、いろんな悩みがあると思うんですよね。それをですね魚屋の僕が今から分かりやすく丁寧に説明していきますんで、ぜひご覧ください。ということで料理行ってみましょう。レッツゴー。魚屋の釣り船ピッチピッチ TV、 あ、始まるよ。はい、どうも、スーパーニトリルグローブ。M の人は M サイズ。はい、じゃあ見ていこうか。釣ってきてから約7時間、8時間ぐらいが経っております。さあ、どうなってるのか。じゃん。はい、こんな感じ。ちょっと出していこうか。あ、腹水めっちゃ出てきた。はい、よいしょ、よいしょ、およっ、よいしょ、よっこらしょ、どっこいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、よいしょ。これわかるかな、この輝き。めっちゃ切れない。この輝きがうまさを閉じ込めれてる何よりの証拠に、これが淡水魚の鬼締めでございます。ほらピッカピカ、すんごい。もう何も臭くない。クーラーボックスとか全然臭くなれへんから、この方法でもって書いたら。よいしょ。よし、じゃあ水洗いしていくねんけど、こういう魚は金たわし、金たわしで鱗を取っていくんやで。はい、おうちのまな板、魚のマークの方でさばきましょう。よいしょ。じゃあこれなんかもう、このなんていうか、レインボーカラー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 。この虹色がですね、こうやって残ってるってことは、すごいいい状態で持って帰れてこれてるってことだよね。まあ神経締めしてないから死後硬直してるけど。じゃあ鱗取っていくで。あー、軍手ないからヤンニング、わしは軍手必須なんや。これもそんな力入れてようで入れてないからさ、力抜いてさーっと鱗だけ取れたらいいから。せやけどこいつらほんまよ、俺がちっちゃい頃から泳いでたとこでノーノーと泳いどったの。さっき挨拶ぐらいしてくれな、困んで。鬼締めして持って帰ってきてるから、もう身がバチンバチン、ブリンブリン。せっかくだから一個面白い実験しようか。これでいこうか。もうめちゃめちゃ綺麗やろ、ほらピッカピカ。これをここに置いとく、まあ、水に当てとく。よし、さっき顔のぬめり取ってもいいけどな、こうやってさっき顔のぬめり取ったら掴みやすいから。あとこうやるとき基本的にこうやってエラに指入れたりしたらすごいロックされて楽、滑らない。結構鬼締めって、鬼締めは見たことある人は質問で、淡水魚の場合どうしたらいいんですか、淡水魚の場合は水でもいいんですかっていう質問多いんやけど、淡水魚も水わかんない。理由は一つ、泳いでるとこの水とこの水道から出てる水はわけが違うから。だってさ、金魚とか飼うのにカルキ抜きとか言うやんか。この水、この水を水槽に入れてそこに金魚とか泳がしたら死ぬわけやんか。この水とあの水は違うわけよ。だからあかん、そこの住んでるとこの水で締めると。しかし管理釣り場もまあまあおもろいな。管理釣り場は管理釣り場で管理釣り場の楽しさがあるわ。しかし家はほんまやりにくいわ、何回も言うけど腰が痛い。どないかならんかね、これキッチンセッティング、キッチンセッティング。よし、これとちっちゃいの、これこれこれ、このちっちゃいのは今から一夜干しにするための干し方をやっていきます。よいしょ。はい、ということで鱗取っただけ、内臓もまだついたまま、エラもついたまま。エラも綺麗な、ほら見て綺麗でしょ。ええ感じ。はい、で捌く前にですね、じゃーん、ニュークレラップ、ニュークレラップをここに1枚引いとく。これだけで家での作業がすこぶる楽やから。はい、じゃあいきますよ。背中を右にして頭を手前にする。でここから背中の方から45度エルボー、そっから中骨のふもとまで行く。で中骨の上をなぞる。で中骨を下る。
で、そのまま頭を割る。ママ頭。で、もうちょっとだけ包丁ここ入れる。じゃあ、こうやって開ける。すごくない？すごいやろ？で、このまま置いておく。はい、どんどん行くで。もう濡れたままで、今からまだ洗うから。背中は右、尾っぽは向こう、お腹は左で、頭は手前な。で、背中の方から45度エルボ。で、中骨の麓まで行く。次は中骨の上をなぞる。で、中骨の向こうを下る。で、ママ頭。で、もうちょっとだけ切る。で、開くと。ほら、めちゃめちゃうまない。はい、どんどん行くで。45度エルボ。中骨まで、中骨の上、中骨下る、ママ頭で、もうちょっと切る、で、釜を広げる、はい、最後いきます。音だけ楽しんでな。はい、はい、こんな感じ。どう？まあ、さばき方もそうやねんけど、自分で言うのもないけどな。それ以前にこの身質わかるかな。身も鬼締めしてしっかりしてるから、血が染まってんじゃなくて、ほらわかる？ほら血は染み込まへんの。身がしっかりしてるから、もうブリンブリンやから身は。まだこれが鬼締めのすごいとこ。はい、じゃあこっから、はいどーん、ピットイン。硬さ固め、これでやな。もうガンガン水当てていこう。エラー取って握って向こうに引っ張ったら取れるから。魚の内臓ってお尻の方から前に引っ張ったら取れやすいから、こう取って、で歯ブラシでここを洗う。ほれ、めちゃめちゃ綺麗。よし、どんどんやってくで。はい、じゃーん、こんな感じでピッカピカの仕上がりになりましたで。うれ、じゃあいつものあれしていこう。ピュボール、おりごろし、やばい、少ない。あ、まあいけるか、全部いこう。はい、そしてそこにドーン、普通の塩、普通の塩ブワーンとちょっとだけ入れる。混ぜる。酒だけじゃもったいないから、ここに水入れる。で、これここに入れる。よし、これで30分漬けていきましょう。おっしゃ、じゃあ次はやな、これをやな。これは開きにしたらちょっと家庭ではやんにくいから、これはまず内臓を取って2枚おろししていきましょう。こっからエラ外して、で、慣れてない人はこれまな板上でやってね。俺ちょっとめんどくさくて洗うのが、こっちでやった方が水洗いは綺麗に終わるから、いつもこっちでやっちゃいます。よし、はい、ここまでいったら、この中の血合い部分を包丁でピーッと傷つけて、またピットイーン。首の方からこうグッ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 と、うわっ、めっちゃ水飛んだ。もう家やぞこれ。もう、はい、これでこんな綺麗と、めちゃめちゃ綺麗。はい、よし、もう一匹も。よっしゃ、綺麗になりました。ではここは水を拭いて、包丁も洗って拭いて、魚もしっかり拭いていきましょう。お腹の中もね。よし、完璧。うわ、見てこれ、これ心臓、こんなちっちゃい心臓で動いてんねんな、魚って。ほら、人間と比べたら全然違う。すごいよな。まあ捨てるけどな。よし、じゃあこのサイズの魚、一番悩みどころやん、これ実は。みんな悩みどころでしょ。これ2枚おろしにするのが大正解。まあどうやるかっていうのはまあ見てて。もう普通のさばき方と一緒。頭は右、尾っぽは左、背中が向こう、お腹手前。もう水洗いは済んでる。こっからさばいていく。45度エルボ入れて、
中骨まで行く。中骨まで行ったら魔の三角形を先に切っとく。でひっくり返して背中から45度エルボーで包丁を寝かして中骨まで行く。で中骨の上をなぞる。さっきの開きの時と一緒やね、順番が逆なだけで。で最後は中骨を下ってで頭を押さえてママ頭で切っちゃうと。はいじゃーん、こんな感じ。二枚おろしママ頭。はい、ほんならこれがなんやねんって。これをやな、こっちはここで切る、斜めに。まあ同じ量ぐらいになるように波が。切っちゃう。はい、ほらこれが鬼締め、めちゃめちゃ綺麗。ブリンブリンうれー。でこれこっちもここで、まあ、ギリギリよりちょっとこっちで切っちゃう。でここに入れる。はいドンはいドンはいドン。このサイズはこうやるのが一番いいね、焼き芋はな。はいはい、じゃあこれをどうするのってラップの上に置いときましょう。じゃあもう一回洗おう。いやけどほんま魚って飽きへんよな。まあまあ魚だけじゃないけど、食べるってなんか命のありがたみを感じて、ましてや釣りも楽しませてもらって、美味しい魚が食べれるっていうこの趣味ほんま最高や。まだ釣りやったことない人も多分見てくれてる人おると思うけど、もし機会があったらやってみて、また一段と面白くなるかもしれへんよ。よいしょしょしょ。はい、ほんだらしょ。洗ったら拭く。包丁も洗ったら拭く。ここからフライ用にする。まあお造りの場合はこっちをお造りでいいから、今回はフライにするから。一応管理釣り場のニジマスとかって生で食べていいのと食べたらあかんのあるみたいだから、管理人さんに聞いてみたりしたらいいと思う。じゃあ包丁をひっくり返してお腹の部分を、中骨をちょん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 と中骨を起こしてあげる。でこっから手を添えて包丁と手で挟んでる感じ、挟んであげてこう削いでいく。んだら綺麗に削げる。いきます、せー、力抜いて。力入れたら骨が切れちゃう。切りたいのは骨じゃないから力抜いて OK。 力抜いて力抜いて、おい落とした。おーれこんな感じ。しかし綺麗な身やな、鬼締め恐るべし。はい、じゃあこっから大嫌いな骨抜き。骨抜きがめっちゃ嫌いやねんな、これ。ほら、どこや骨。トラウト系はサーモンとか変な位置に骨あんねん。よいしょ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 。はい、むちゃ。喜んで。毎度お気に。はい、ご苦労さん。また来週。おー、こんばんちは。え？まだあるか？まだあるわ。もうええって。あ、まだあるわ。あ、まだあるわ。あ、もういや。うわ、まだおるわ。しつこ。しつこいやつと、しつこい骨は嫌いやねん。おっしゃ、どれだ。こうなでって、チクチクせへんかったら取れてるから。はい、完成。じゃあ、これはフライ用に、これぐらいのサイズに。こっちも。よいしょと。あ、なくなった。リードを折りたたんで、なんか変な置き方やなこれ。こうのこうやな。皮目の方にだけリード、身の方はリードを当てない。それの方が絶対美味しいから。でこれで包んで、はい、これで冷蔵庫。よいしょ。これ揚げ物用みたいな感じ。ここに30分漬けたやつ。これでこのまま冷蔵庫に入れて、フライ用もよいしょ入れて、1日冷蔵庫で干しまーす。じゃあ美味しくなってね、バイバーイ。おはようございます。実はあれから翌日ではなくて3日後になっております。バタバタしすぎてて撮影ができませんでした。奈良県の友達の実家のお米めっちゃうまいね。とりあえずあのニジマスをフライと一夜干しを塩焼きにするから、まあお米は必須だろうということで。朝ごはんです。お米はさっと洗って、一発目は30秒以内ぐらいに流すのがコツ。
さあこれで今からお風呂。はい、お風呂入ってきたんですけれども、すっきりしました。さっきも言った通り、あれから3日間バタバタしてて忘れとったんですけど、フライ用の方は2日後に気づいて冷凍したんです。でも一夜干しの方はそのままほったらかしなんで、一体どうなってんのか見ていきましょう。めっちゃええ感じに干せてるわ。で、もうあのまんまポーンって冷凍庫に入れた骨抜いた方、これ見てください。これほら、わかる？めっちゃいい感じにしっとり干せてる。うん、いい匂い、めっちゃいい匂い。ほら、すっごい綺麗くない？これが冷蔵庫で作る一夜干し。今回三夜干しやけど、しっとり上がってめちゃめちゃうまいねんな。冷蔵庫は全く臭くないから、お母さんにも怒らへんよ。はい、ボールと卵、そしてパン粉。パン粉はこうやって冷蔵庫に冷やしておくといいよ。卵割って、あ、チンやりすぎてもだ。ほら、こことかちょっと出来上がってもうてるやん。まあええけどな。はい、そしたらその間にどれいこうか、これいくか、これいこう、置いて、こっちも食べてみたいな。これいこう、やっぱこれいこう、置いて、はい、アルペンザルザイン。これをな、パッ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 パーっと、そしてひっくり返す。ほら、ひっくり返す。パッ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 パー。尻尾は化粧地を。結構油で焼け落ちるから、フライパンじゃないからさ、下に落ちんねん。だからしっかり振った方が美味しい。中火でしっかり焼いていきましょう。よいしょ。ほなら油もつけといて、ちょっと端っこ火通っちゃったりしてんねんけど、ここはまだ固まってる。ちょっと安物のレンジやとこうなるよな。あ、でも全然 OK。 出来上がってるよりこうやってまだ半分凍ってる方がよし。卵に通してあんこ軽くグーッと押す。ほい。俺は魚のフライは塩コショウして卵通してパン粉つけるだけ。めっちゃうまそうやで。これ思い出して、めちゃめちゃ緑色の水で泳いでたやつや。もうみんなも忘れとったやろ、あんな緑のとこ泳いでたやつって。俺も忘れてた。3日も経ってるから。よっしゃ、じゃあこの卵はまた晩にでも卵スープにして食べよう。あーぷん。ちょっと空気を含まして、もうちょっと美味しくしましょう。これぐらい、ちょっと温度低めぐらい、このタイミングで入れちゃう。やばい、このタイミングで焼き魚がどっちも取りや、どっちも出来上がる。やべえ、先こっちあげようかな。うわ、めっちゃいい感じ。よし、先こっちや。うるれ、うるれ、やばい、めっちゃ落ちた。ホロホロすぎる。あー、もったいない、あー、もったいない。お、こっちはうまいこと取れた。よいしょ。大事なもの忘れてた。味噌汁や。うどん。キューピーマヨネーズ具沢山バージョン。これをやな。ブイ。これもったいぶったらあかんから、タルタルは。もうブイっといく。しゃあ、美味しくなってるかな。うん。完成。うー、なんかこの緑見ただけでこいつが泳いだったとこ思い出すわ。ということで本日の日替わり定食は、ちっちゃい頃から行っていた近所のプールで泳いでいたニジマスのフライと一夜干しの公園定食でございます。よいしょ。ということで、汚いプールで泳いでいたニジマスに感謝いたしまして、
いただきます。まずは焼き魚からグリル。うわ、うまそう。めっちゃうまそう。いただきます。うん、うまっ。めちゃめちゃうまい。めっちゃうまいで、これ。やっぱちょっとニジマスは淡白な味やから、ちょっと醤油つけた方がうまいかも。ちょんと。うん、うまい。めっちゃうまい。おいしい。あー、うまい。やっぱ魚とご飯には味噌汁やな。次、これニジマスのフライ、いただきます。うん、めっちゃうまい。これ、これはフィレオフィッシュ越えやな。うまっ。あー、これめっちゃうまい。オニオンが嫌いや。いやー、こんな美味しい魚が近所で泳いでるとは、地元も捨てたもんじゃないな。結構さ、今回この動画の前編でニジマスを管理釣り場から持って帰ってきて、しかもめちゃめちゃ色汚いプールが、釣ったニジマスを鬼締めっていう方法で持って帰ってきて、で今こうやって料理してんねんけど、多分鬼締めを知らない人たちは、お前ほんまはめっちゃまずいやろって思ってると思うねんけど、ほんまに住んでるところの汚さとかほぼ関係ないねん。魚ってちょっとあるで、多分食べてるものとかで人間かって体臭とか変わってくるっていうし、それはあると思うねんけど、そんなアホみたいにクソまずい魚ってなかなかおれへんわけ。鬼締めっていう方法で締めると、体の張りがずーっとそのままで持って帰れんねん、魚をな。わかりやすく言ったら、海で釣るやんか、普通に持って帰るやん。じゃあいろんなものが体の中に染み込むような形で持って帰っちゃって、すごいまずくなる。だから内臓の匂いとかも身に移っちゃったりするんです。この鬼締めっていう方法で持って帰ったら、身がずーっと生きてるから、その匂いが入らんわけ、外からも内臓からも。だからこんなに美味しく持って帰れんねん。それをみんなちゃんと理解して大切にしないといけない一つの命なんで、大事に魚を美味しく持って帰って、やっぱり家族とかで釣り行ったとしても、美味しく持って帰って家族でさばいてまずかったら楽しくないやん。子供なんか嫌なイメージしかないと思う。またあのまずい魚釣りに行くのって、美味しかったらまた釣りに行きたいなって多分思うよな。だから魚ってそういう意味も込めて、大切に大事にしっかりした持ち帰り方でぜひ持って帰ってあげてください。あと鬼締めって、氷が溶け出さないように、氷と海水とか氷と淡水とか、魚が住んでる水に持ってってる氷の溶けた水とか氷が混ざらないようにしないといけないっていう技やけど、これ今ちょっととあるチームを組んで研究中で、もうそんなことを気にしなくていい氷がもしかしたらできるかもしれん。すごくない？で、その氷がどこでも買えるようになったらなって思って、今すっごいみんなでああだこうだ言い合って研究してんねんか。それがもしみんなの手に届いたら、鬼締めってもっとみんな広まって、もっと美味しい魚が日本に広まって、日本ってさ魚大国やんか。この魚大国日本がもっと魚のレベルが上がってって、世界にもっと美味しい魚を発信していけるようになると思う。でも今のままじゃ日本はいつか世界に負けると思う。魚のレベルすら、やっぱ維持張ってでも魚は、まあ魚だけじゃないけど、一次産業を盛り上げていけるようなことをどんどん考えて動いて、これからもやっていきたいと思いますんで、そういう気持ちもあるんで、ぜひぜひチャンネル登録して応援の方よろしくお願いします。ということで今回はこんな感じで、あとはゆっくり食べていきたいと思います。では皆さん、また地球のどこかでお会いしましょう。チャオ。地球の健康を食べるは楽しい。